スノーマン佐久間大介、深沢達也に何こいつこわっとつぶやいたわけ。スノーマンのンバラエティ番組、それスノーマンにやらせてください TBSK。10月20日放送会は、スノーマン VS 栃木県民190万人そこのスノーマン見つけてください in 栃木県2時間 SP 企画を放送した。今回は、 栃木県宇都宮をホームタウンとするプロバスケットボールチーム宇都宮ブレックス所属の田臥勇太選手と比江島誠選手から一緒に栃木県を盛り上げてほしいという依頼が届き SnowMan9 人が栃木県へそしてそれぞれ変装した状態で日光那須宇都宮など人気観光地を訪れ誰にもバレることなく5,000円1万円3万円の3パターンのミッションをクリアすると。 ご褒美として、星野リゾート海日光の豪華料理が堪能できるというガイロケ企画を行った。道行く人やファンに、レイレイ君ですかなどと名前を呼ばれたら、その場でアウトとなる。